ハッシーです。石屋の最新情報をねまた皆さんに報告していこうと思います。うっすいきます。日本医師会、日本医師会だよ。積極的ピュッピュ、呼びかけは不要と手のひら返しだぞだよ。ワクワクピュッピュを散々煽りまくった日本医師会、ついに手のひら返し来たぞ。たなんと積極的ピュッピュ呼びかけは不要と保身に走り出したぞだって、うん、これちょっとあの、ね、ちゃんと読まないとね、うん、ただねバンされっからあのインゴ使うよ。すべての人への積極的ピュッピュ呼びかけは不要。うん。ね。なんだ。字が小せえ。コロコロワクワクについて、日本医師会の常任理事は、高齢者や基礎疾患のある人以外に、積極的にピュッピュを呼びかける必要はない。という認識を示した。新型コロコロワクワクの、無料ピュッピュは現在高齢者と基礎疾患のある人などを対象に進められていて、今年9月からは、5歳以上のすべての人を対象にした、ピュッピュが再開したとね。これに関連して日本医師会の理事は記者会見で、うんぬんかんぬんと、いろんなことを言ってると。要は手のひら返し。もう世間ではどんどんワクワク被害がバレまくって、ついに耐えられなくなったのか、コロッと意見が変わったと。この流れ、どこかで見覚えないかと。そう、ビッグモーター社長の会見のごとく、石屋がバレたら保身に走ると、そもそもこうやって、闇を振りまいていた輩はいざバレると保身に走る、責任のなすりつけ合いに、走り出すと。一見団結しているように見えるのはあくまで利害関係が成り立つからであり、いざ自分が不利になったら平気で切り捨てていくと。土の時代まではトカゲの尻尾切りで 弱者に罪をなすりつけていくらでも逃げられてこれたが、量子コンピューターが作動している今では一切逃げられんぞと。もう露骨なほどにかつて存在した石屋の本性をショーとして店に来ているな、いますねと、うん、次、これもバンされるな。ファーなんちゃらね、ファーなんちゃらっていう、うん、薬屋さんは、ピュッピュした人の多くが心筋炎になることを知っていただよ、うん、ワクワクのファーなんちゃらから、隠していた真実がバレたと。なんとピュッピュした人の多くが心筋炎になる可能性が高いことを知っていた、うん、うわ、これはちょっと内容がオープンになってるけどちょっと読めない、うん、もちろん日本医師会や石屋政府に、創価企業なども全てがグルと、私が創価学会の活動から一切手を引いた理由を、創価公明がコロコロ茶番、ワクワク茶番、
推奨を、率先して行い、すぐに重大な被害が次々に、明らかになっているにもかかわらず、全く態度を改めず、プロパガンダの戦法を担いで、毒ワクワク推奨続けて、いると。そうか、公明の方々、指定だの、公選ルフだの、何言っちゃってんの？だって。心筋炎についてデータが出てるんだけど、ちょっとね、隠語しか使えねえな。どうしようかな。心筋炎だけではない。免疫不全によって、夏のインフルエンザも増えているんだってさ。ピュッピュして数年後に発症する。そこであなた、コロコロにかかりましたね、と医者は言うので、その後病院を信じれば、一生薬漬けになっちゃうよと。こうやってワクワクに因果関係があるというのを、ね、もう隠せなくなってきているねと。どうしようかな。ちょっとこれ読むとバンされっからな。ちょっとね、この件についてはね、あんまり触れたくないんだよね。ちょっと次行こうか、次。人身ほにゃらら容疑者、1000人以上が逮捕されただってよ。うわ、すごいね、このニュース。人身ほにゃららにも、表に見える情報としてついに出たよと。なんとなんと1000人以上の人身ほにゃらら容疑者が逮捕されただよ。これどこのニュースだろう。フラッシュウェカ作戦。フラッシュウェカ作戦だって。1000人以上の人身ほにゃらら容疑者が逮捕された。インターポールとアフリカポールは国際的な襲撃で組織的な人身ほにゃららに打撃を与えることに成功した。54カ国が作戦に参加した。すごいね。54カ国だよ。西アフリカに特化した作戦では、西アフリカ1000人以上が逮捕された。それは人身ほにゃららについてだ。彼ら自身の情報によると、インターポールとアフリポールの調査官は、組織的な人身ほにゃららと移民の密輸に対する国際警察の作戦中に、世界中で1000人以上の容疑者を逮捕、数百人の犠牲者を特定したと、国際警察組織インターポールが火曜日に発表したように、54カ国の治安部隊が5月から6月の間にフラッシュウェカ作戦という名前で作戦に関与した。だってさ、すごいね。もちろん世界中で1000人と言っていますけど、桁が1つ2つぐらい本当は多いんじゃないでしょうか。1000人なんてのはもう本当に氷山の一角だと。今になって報じたってことは、もう作戦は終わってて雑魚しかいないってこと。もっと人身ほにゃららの大物の加担者なら、偽てんてんちゃんに、バチカンに、バイバイデン一家なども
該当しますからねということでね、まあ、とにかくね、表のニュースにこうやって出てるっていうことは、すべてが終わったから表のニュースに出てるんだよ。終わってるから、わかる？ここをね、ちゃんとしっかり理解してくださいね。でこれは、皆さんの、洗脳を解くね、このためにちょっとずつ情報開示して慣らしてるね、慣らし運転、うん、ね、本当はもう闇はもっと深くてでかくて、そして行われてる、うん、裏の世界の大掃除はもっとでかいんだよ。100倍1000倍でかいけども、ほんのちょっとずつ、ほんのちょっとずつ意識を変えるためにこうやって情報を出してるというふうに思ってください。まあ1本目の石屋情報、これで一旦終わります。ありがとうございました。